はい、どうも皆さんこんにちは、今日は陣内と聖書研究とお送りいたします。ですね、古代の汚れの概念と新しい生命を生む状態への刷新っていうね、いかにもですね、視聴数が伸びなさそうだなというタイトルでございますで、そもそもの話で言えば、このレビ記とかってね、なんて言うんでしょう、こうちょっと難解なねところもあって、そもそも人気ないっていうかさ、人が見よう聞こうと思わないような箇所なんですけど、でも僕は通読でねデボーションしてて、その中から話していくという、この自分で作ったルールの中にがんじがらめになってますからこのまま続けていきますけども、でまたね、僕は結構そのレビ記であったりとか、そういう民数記とか、そういういわゆるなんかつまんないとされてるというとあれだけどそういう聖書のね箇所から、おこれは本当にすごいいいこと発見したなみたいなことってあるんですね、時々ね。でその時の嬉しさったらないなっていうところがあって、そういうこともありますんで、レビ記続けていきますよね。聞いてくださる見てくださる人が多かろうが少なかろうが、この陣内と聖書研究とっていうのは2回に1回ですね続けていこうと思ってますので、やっていきたいと思います。でレビ記のね15章っていうのは、で僕は毎回ねこの説みたいな説を抜粋してですね、そしてご紹介することが多いんですけど、この箇所っていうのは僕ね2回読んだんですけど、特にこれだっていう一節はありませんでした。でこれはまたね、その15章っていうのがまたね、これ宗教的な汚れの概念のところなんですけど、具体的には何かというと、なんて言うんでしょうね、その男性の、性病ですね。で、露出を病むものとか書いてあるんですけど、早い話が、男性の、性病なんでしょうね。だから現代で言うと、そういうクラミジアとかさ、男女というかあるけど、カンジダとか、そういった類の性病ですよ。っていうのが、宗教的汚れと絡めて、どうやったら清められるかっていうことがあるんですよ。で、次はまたね、これもまたね、子供向けじゃない話をずっとしますけど、次はね、無性なんですよね。ね。これ保健体育のね時間習ったと思うんですけど、寝てる間に射精をしてしまうっていうね。でこの時も汚れるんですよ、ね、でそれその時はどうやったらいいかっていうと、全身に身水を浴びて夕方までその人は汚れるから、その人は夕方までだから、そのいわゆる清いものに触っちゃいけないとか、そういう神殿の中に入れないとか、そういうことがあるわけですよ。で精がついた衣服と皮はすべて水で洗う、それは夕方まで汚れるみたいなね。でね、あとね、こうセックスですね、セックスをした時も男女ともに汚れるっていうのがあるんですよ、はい。でまたですね、これがですね、前回パッドマンのね話の時にちょっとしましたけども、女性の生理ですね、これも汚れに入っていく。でこれはヒンズー教でもそうなんだっていうのが、僕はその、パッドマンという映画を見て、ああなるほどな、ユダヤ教もそういえばあるもんなとかっていうことを思い出したっていう話があります。でね、あとね、僕ちょっと関係ない話しますけど、一個思い出したんですよね。テッドカンファレンスってあるじゃないですか。であれで僕面白い動画を見たことがあって、で友人にね勧められてね見たんですけど、それがちょっと、僕その本も読んだかもしれないな、読んだその人の。で、ちょっとおかしな若い学者というか、
著述家というか、でアメリカ人で、でその人が書いた本のタイトルが本のタイトルがすごいんですよね。I think you are fat っていうですねI think you are fat っていうですねタイトルでやばいですよねつまりお前太ってんなっていうね、 あなた太ってますねっていうね。でそれって何のどういう本かっていうと、彼はなんていうの、その自分の体で実験する人なんですよ。だからいわばなんていうかな、一人電波少年っていうかさ、なんかそういう感じ。で I think you are fat は何かっていうと、ね、その正直っていうのがいいとされてると。だから僕は確か1年間だったかなんだったか忘れたけど、1ヶ月半年忘れたけど、期間を決めて僕は思ったことはもう全部その人に言うっていうポリシーを貫いて生活したという本なんですよそうするとやばいじゃないですか。そのエレベーターとかでね、ふわっと化粧の濃いおばさんが帰ってきてて、化粧が濃いと思いますって言わなきゃいけない、そのおばさんに。もうやばくない？でも身の危険を感じたこともたくさんあったんですって。ちょ、やめちまえよと思うんだけど。で、その本の結論は面白くて。その本の結論は、正直が常にいいとは限らないっていう。もうやる前から分かるんだろう、そんぐらいっていうことなんですけど、まあ、実際にやったことですごく。でもね、あのね、一方で、すごくいいこともあったわけですよ。つまり、なんか自分を偽って、なんか強く見せる。だから知ったかぶりとか当然できないわけだし、ね、そういう、だから、いい時もあるわけですよ。それで、ね、奥さんに、あ、いいなと思った時に、それ照れるんじゃなくて、ちゃんと愛してるよと言うとか、それはいいことじゃないですか。ね、だから時と場合によるんだけど、常に正直がいいとは限らないっていう、結論なんです。で、その人がテッドカンファレンスで話してたのがもう一個のテーマで、それは、旧約聖書の教え、つまりユダヤ教の教えですね。このトーラーに書かれてる律法を全部1年間守ってっていう内容なんですよ、そのテッドカンファレンスが。で彼はどうしたかというと、そうするとどうなるかというとですね、まずこのヒゲが生えてきますあの貧乏を剃らないっていう規定があるんですよ。だからユダヤ教の人とか空港とかで皆さん見たことある方は分かると思うんですけど、ユダヤ教の方ってこうヒゲブワン生えてて、ちょっと結んだりしてるじゃないですか、このヒゲをね、ヒゲを三つ編みにしたりとかしてるじゃないですか。で、あの感じって、だから、立法の通りにやっていくと、ああいうみんな髪型になるし、ってことなんですよ。で、ラキッパっていうね、帽子かぶったりする人もいるし。で、他にもですね、安息日を24時間絶対守る。で、その期間はもう絶対仕事しないし、パソコンもオフにするしとか、あとね、いろんなことを守っていた。ここに書かれ、その旧約聖書に書かれてるね。で、そうすると、どうなるかっていうと、食べれるものもめちゃくちゃ限られてくるわけですよ。だからな、公社フードだったかな。いわゆる、その、ユダヤ教の規定で殺された、ね、肉しか食べちゃいけないから、その現代の食肉処理場で処理された肉っていうのはユダヤ教のやり方には沿ってないのでですね、基本食べれませんとか、そういうことがあったりとかあと何かあったかな。まあまあ、だからそういうのを全部本当に厳密に守ったよっていう1年間。そしたらもうテッドカンファレンスの時にもう写真、あ、その時はもうヒゲ剃ってたな。最後の時はこう自分こうなってました、 見た目も全然違うとかね。でその人が言ってたのが、一個守るのが難しかったのは何かというと、そのベンチ、公園とか空港とか、あとカフェとかもそうですけど、そういうベンチとか公共の場にある椅子に座れないっていうのも辛かったなって言ってるんですよ。これどういうことかと申しますと、はい、生理の女性が座った
つまりそれが生理中の女性が触れたものは全部その日汚れるっていうのがここに書いてあるんですね。はい、ということはですよ皆さん、はい、そのね公共のベンチに24時間以内に、生理中の女性が座ってないということを彼は証明することは常にできませんから、だから公共の場所では彼はずっと立って過ごしたそうですそういう守り方なんですよ。でそのテッドカンファレンスも面白くて、結論何かというと大変だった、とにかく大変だったし不合理だと思うこともいっぱいあったけど、一つだけ言えるのは僕は健康になったって言ったんですよね。で、それ何かっていうと安息日を守ったからって言ったんですよ。つまりそれまでは彼はね24時間365日忙しかったんだけど、24時間絶対休まなきゃいけない時が毎週来ることによって、それもっと煩わしかったんだけど、実は精神的にも肉体的にも健康になったと。だから安息日ってすげえっていうのが結論だったんですよねちょっと面白くないですかこの話で、なんだっけな、でね、まあここね、だからそれ、その女性の生理の汚れであったりとか、男性の性病、無性、そういったこと、セックス、そういったものの後の汚れのことがこの15章に書いてるんですよ。で、我々はこれを読んで一体なんじゃいなと思うわけですよ。全くなんか意味を成しているようには思えないんですよね。僕らが今読んでもピンとこないわけですよ。ね、でこれってね、じゃあ医学的な理由があるのって言ったら、あるようにも全然思えないわけですよ。だって当時細菌微生物っていう概念はまだ発見されてませんから、この水浴びをしたからといって性病が治るわけではないわけだし、でね、仲介書を僕読んでみますと、仲介書によればこれ医学的な理由じゃないんだと。でいろんなまあ解釈があるんだけど、一個の人気のある解釈として言われてるのがこれね、汚れという、当時のその汚れっていう概念が公衆衛生的なものも含むし宗教的なものも含むみたいな話を僕以前したじゃないですか。でね、それと関連して実はね、神学的な理由でいわゆるその新しい生命を生み出すということに対してネガティブな状態、これを汚れと定義するっていうことは、実は旧約聖書全体を見ればわりかし整合的に理解できる理由なんですって。はい、でこれを有力な説として、まあ解説書は紹介してるんですよ。つまりその男性の性病にしても、無性をしてしまった状態にしても、女性の生理としてもですね、まあ、セックスをした直後としてもですね、その新しい命を生むということに対してネガティブな状態になると、そういうところが共通している。それを汚れとしようやという、きっとそういうまあ一貫性をあえて見出すとすれば、そういうことは一応説明としては可能でっていうことなんですよね。でじゃあこれってね、じゃあ現代世界、現代のね社会でこうやって何なのってことなんだけれども、僕はこれは当時それが何を意味したのかっていうことを現代に置き換えると言いますか、当時それが当時の人に対して意味したことを、じゃあそれは現代について何を言っているのかということをね、知るっていうのが聖書の読み方の基本中の基本なんですよ。はい、で、これを、この箇所について当てはめてみますとどうなるか、ね、当時の社会においてですね、新しい命を生み出せない状態っていうのはですね、本当に、清められる必要があったんですね。つまり再び新しい命を生み出せる状態になることを清められたというふうに呼称したわけですよ。つまり生理期間が終わったってことは、清められてあなたは命を生み出せますよってことです。で性病が治って清められたってことは、あなたは命を生み出せますよってことなんですよ。でね、これって私たちの考える現代人が考える汚れとかね、清さっていうのとはちょっとニュアンスが異なるじゃないですか。でもそれがじゃあ現代においては何なのかというと、これね、古代社会ではですね、子供を産むっていうことが神の祝福の証拠と考えられていたんですね。これはもう別に旧約聖書だけじゃなくてですね、古代の文献全部そうです。
で、古代の世界では子供を産むっていうことはどれほどその人の成功の尺度だったかっていうのが現代とは全然違うんですよ。もうこれはもう口を酸っぱくして言わないといけないんですけど、現代の世界でね、例えば子供一人しかいないんですよっていうのは別に何にも引け目を感じることじゃないし、別に何だったら子供がいないことすらも別に引け目を感じることではないし、結婚してないことだって立派な生き方と認められてますよ。で逆に うちは子供が5人いるっていうのが別に成功の証拠ではないじゃないですか。もちろん立派なことではあるけれども、でも古代社会ではですね、その子供が5人いるか4人いるか10人いるかではですね、もうその人自身が人生成功だったかどうかということを評価されてしまう、それぐらいの、価値判断基準だったんですね。だから現代でいうそのいわゆるなんかこう年収であったりとかさ、見た目とかさ、なんだろう、ステータス、その地位、社会的地位とか、まあ、そういったものがまあ今の世界では物差しになってるわけじゃないですか、ね。当時の世界ではそういったものを合わせたぐらいの重みを子供の数っていうのが示したんですよ。だからアブラハムに神様を祝福するよって言った時に子供の数をまず言ったじゃないですか。星の数ほどにあなたの子孫を増やすっていうのは当時の古代世界ではもう祝福っていうのはつまりそういうことだったわけですよね。しかしですよね。ね、そうですね。じゃあそうですね。だからアブラハム契約も多くの子孫を産むということに祝福が含まれていると。しかしですよ皆さん、現代社会において必ずしも子供の数でその人の成功が図られるわけではないというのは、皆さんもご存知の通りです。そしてむしろそうすべきでもないと僕は思います。で、むしろね、人口過多っていうのが心配されている昨今なわけですから、このね、70億人をこの地球は養えるんだろうかってことが心配されてるわけじゃないですか。また生涯独身を貫く人もいるわけですよ。で、LGBT の人もいますよ。で、障害を抱えてる人もいますよ。また不妊ということに悩んでる人もいるわけですよ。ね。で、しかし、神は性ね、でだからその現代社会において別に子供の数っていうのが成功というものと別に関係がない。もちろんその人の価値観だからさ、それを成功と考えるのは自由なんだけど、社会的ないわゆるそのコンセンサスですね、共通認識として、子供の数っていうのが成功と直結すると思っている人は誰もいないわけですね。でもですね、神は我々に生産的であれっていうことは言ってるんじゃないかなと思います。それは古代においても現代においても言ってるんじゃないかなと僕は思うんですよ。で、生産的であれっていうのは何かというと、富を生み出すっていうことだけには限定されません。もちろん富を生み出すっていうのもね、価値を生み出すってことでしょうかね。こういったこともすごく大事なことだとは思います。だから何の価値も生み出してない、なんか仕事のための仕事を、やり続けるっていうのは、僕はクリスチャンだとすればやっぱり疑問を持つべきだと思うし、そういう中にね、構造的に置かれてしまった人は構造に働きかけることができるかもしれないし、もしかしたら転職っていうことすらも大事なことかもしれないと思うぐらい、僕は何の価値も生み出さない仕事のための仕事ということに関しては、僕はすごく批判的に見ています。はい。で、だってそれってさ、なんていうのかな、仕事というものの神聖さを損なわせると思うから。はい。で、だから僕は生産的であるっていうのはすごく大事なことだと思います。だけど、それだけじゃないんですよ。もしそれだけだとしたら、例えば障害を持ってね、働けない方だっているわけなんで、で、あらゆる就業機会が奪われてる人もいるわけじゃないですか。それは別に障害がなくても、もう社会の構造全体がもうコロナでね、失職したとか、もうそれはあなたが悪いんじゃなくて、社会が悪いって言うとあれだけど、この環境がそういう環境なんで、もうその人のせいでは全体ないわけで。だけどそのような状況にあっても、ビクトール・フランクルという人がいまして、この人が人間っていうのはですね、価値を生み出す方法は創造価値だけじゃないんだよって言うんですね。はい、創造価値だけじゃなくて存在価値っていうのがあると。つまりその人が存在すること、そのこと自体が価値なんだっていう存在の仕方があると。で、最後にその存在価値すらも奪われてしまったような時、つまり本当にもう自分は何も動けないみたいな極限状態を考えてみてくださいよね。ALS とかになって何の筋肉も動かないってなった時に、それでも人は価値を生み出せるってビクトール・フランクルは言ってます。それが態度価値と彼は名付けてるんですね。で、態度価値って何かというと、その苦しみの中に置かれてもなお
人生を呪うのではなくて、この世の中をことほぐと言いますか、命を与えられたことを肯定的に捉えるというあなたが態度をあくまで貫くならば、それ自体が価値なんだよってフランクラは言うんですよ。だとすれば我々は誰も価値を生み出すことということから阻害されてはいないわけです。そしてなおさら私たちがもし神とつながっているなら、よくねそのコンセントとそのね電源みたいに言われますけども、それって命とつながっていることなんで、そうするとですね、我々は神とつながって、命とつながっていたらですね、新しい命を生み出されずに、生み出さずにいられないんですよ。それはその生物学的な命だけじゃないですよ、さっき言った態度価値のようなものも含めて命ですね、生命ですね、これを生み出すというダイナミズムの中に我々はどうしたって置かれちゃうんです、神とつながった時に。でね、その中に置かれていないということは、つまりまあその神という電源にコンセントが抜けている、状態、それは生産的ではないという状態、それってその古代社会が汚れと呼んだものの現代版なんじゃないんだろうかって僕は思ったんですね。そうだとするなら、現代的な意味の清めっていうのは何かというと、神との関係のダイナミズムを取り戻すことであり、命そのものであるキリストとの接続を取り戻すことであり、それにより人生が驚きと新しい発見と、そしてそこから生まれる価値に満ちるように再びなっていく、これこそが現代的な意味の汚れからの清めなんじゃないかということを僕は思ったわけですね。まあ新約聖書的な言葉でそれを表現、あえて表現するなら、これこそが御霊による刷新っていう言葉で表されるんじゃないかなと思いますね。ということで、案外長く話してしまいましたけれども、今日はその古代の社会の汚れっていうのが命を生み出せない状態っていうことに、注目するときに、現代においても我々が価値を生み出せない生産的でない状態、つまりそれは神との接続が消えてしまっている状態にあるならば、神との接続をもう一度再接続してですね、皆さんがですねこう生産のダイナミズムの中に置かれることを僕は願っていますし、僕もそうしていきたいと思っております。そんなわけで、今日は古代の汚れの概念と新しい生命を生む状態への刷新というタイトルでお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。